スポーン。はい、どうも皆さんこんにちは、 MSS プロジェクトでございます。おーし、モンハンワールドプレイしていきましょう。私が FB37 です。このワールドの支配者たる男、キックマーク2です。ロマットです。ヨウです。というわけでやってまいりました、ついにネルギガンテでございます。イエーイ。銃撃ってる。いいな。急に世界観を壊す男。頼む、それでネルギガンテをやってくれ。波動拳で倒してくれ。じゃあキックンさん、ネルギガンテ受けてきてください。やってやるよ。早く行け、ハゲ。ネルギガンテどこにいんのこれ。まっすぐ行ってぶっ通すだね。入って左の方に。もう、もう道虫にちゃんとついてけ。いや、俺の方が早いから虫より。どれどれ、どんなやつか拝ませていただきますよ。まあ何回も倒してるはずです。何回も見たことある。以上見てんだよな。え、そうだっけ。あ、サスケの遺品発見した。やべえ、もう発見してる。あ、こいつ見てたわ。いや、見てるって。お、見てる。サーリーちゃんのパパみたいな髪が出しやがってよ。確かに。昔もなんか。いいぞ、みんな来れるぞ。はーい、行きまーす。まあ、それまで俺が一人でやっちまったらごめんね。え、マジ。それはそれで。ああ、一人でやる。え？まずは肉質を柔らかく調理させていただく。何？できないだと？ピンチです。やべえ、ピンチだ。本当は半分持ってかれてる。ああ、でも俺すごいから回復しちゃうね。全然すごくね。普通だよ。俺を倒すことは不可能。はじけ結晶って、なんかボーボーボー思い出す。確かにそれ思った。ドンパッチだ。うわー、助けてください。今行きます。早くしてください。あ、なんだ、やられないのか。今行きます。いけるってキックンなら。よしろ遠投。あー、やられる。やられるわ、あれ。あー、やられるな。あれ、どこどこって。おん、あー、こっちに移動してるのね。のんびり生きてんじゃねえ。ほんとにさ、場所はわかるだろ。1個移動しました。いやー、全然柔らかくさせてくんない、こいつ。卑怯。おっと、危ねえ。いやー、強え、普通に。やっぱやばいやばいやばい、怖い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 。いや、もうこの防具だと結構きついかな。そうね、めっ、いや、別にもう油断できねえ。そうね、傷つけたぜ。別に少ないわけじゃないと思うんだけど。いて、いや、ネルギアってやっぱ強いから、ぶっちぎり強いから。やっぱり、まあ、俺の次ぐらいかな。ああ、そうだね。さすがです。ああ、よして。ああ、アロマ、アロマスリンガーぶつけみたいのした。何それ。神業なんだけど、こいつ。俺もやってみたいんだけど、やったことない。あ、俺もやったことねえ、わかんねえ。いいね。わあ。まあ、とことん傷はつけてやったぜ。ところで、スリンガーやればやるほどいいのか。いや、そういうの、あれあれ、やっぱ怒ってる時にやっても振りほどいちゃう。時と場合によるでしょ。うわ、マジかよ。最後の最後に。やばいやばいやばい、これまずい。うわー、強い、これ。あぶねー。マジ、俺狙わないでください。情けだ。情けねー。逃げた。俺狙わないでください。逃げるな、卑怯者。いや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 、めちゃくちゃ。恐れをなして逃げたか。カンカンするし、みんな。
おーおお、まあ、ちょっと狭い、ここここで逃げるとは。え、狭くない？おお、やばい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 、わけわかんない、わけわかんない、わけわかんないよ。癒しの中で戦えば無敵。こいつめちゃくちゃ傷ついてない？もう体。あ、いいね、スラッチクロー。おりゃあ。おお、キャンセル。こんなのもあった気がした。いや、順調だよ、順調だよ。やばいぞ、もう弱ってるじゃん、こいつは。もうよし、やっぱ火力がすげえんだな、もう俺ら。待って、アロマが一発3000ぐらい出してるから、やっぱ全然違う。悪魔猫連れてるからね。あー、やべえ、来た。悪魔猫だ。さすがにマスター行くまでは。いってぇ、いってぇだ、いてぇだ。今なんて言おうとしてたの？マスター行くまでは手こずったらいけないよね。いや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 、俺でもやられてほしかったわ今。ここでやられるわけ。ああ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 、キック山の孤独だ。痛い、アロマにダウンさせられて、やばい。マジか、そんな能力あるの。痛い、アロマが俺を徹底的に狙ってくる。こいつ俺がピンチの時に俺の足止めしやがって、ネルギガンテの前で。やっぱ英傑なきゃある。あ、何してんの。危なかった。さあ、そろそろ俺の一撃でとどめを刺させて、ででで、ブブブブーン。何？俺尻尾とか角とか折れんのかこいつ。痛い。おら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 。てててててて。てこれが俺の本心の。え？やばいって、俺もだ。やばいやばいやばい。ああ、終わる。やばい、ファイナルバイブレーションで終わる。やばいぞ、ファイナルバイブレーション決まってる。あいつも弱ってる。でも弱ってる、弱ってる、あの弱ってるからもう暴れる。ファイナルバイブレーションだ。まあ、でも今なんか弱ってる時ドクロマークつかなかったっけ。それ あれが足りないじゃない。まだ調査があれじゃないから。ああ、そういうことか。あ、もう。ええー。いや、俺は間に合う。うわ、俺が間に合わせる。絶対。いや、やっぱね。こっちにはやっぱ英雄がいたから。約束された勝利が。英傑。危なかったけど。ギリギリだった。思いっきり。危ねえ、ギリギリ。待って、疲れてる。なんか俺最近邪魔じゃ、邪魔すんな。最近映った瞬間終わるんだけど、全部。まあそうだ。危ない危ない、俺が、ね、ネルギーガンテを守ってくれてる俺を。次のやつをちょっと間に合え。邪魔しに行って次のやつを。やめろよお前。よっしゃ、かわした。大丈夫、もう間に合わないからこれ。うわ、到着したぞ。いやありがとうございました。もう収まる。でもネルギガンテと戦ってたのに、こいつ何してたの。いや、ほんとそう。こいつだってめちゃくちゃ最強の男みたいな雰囲気出して。この腕見てみ、やばいね。ぶっとい。タイラントよりぶっといもん。いや、ほんとに。どうしたどうした。はい、気になることが。あなた何もしてませんですよね。え、なに、こいつら何なの。でかいですね。いいトリュフが取れそうだ。あ、まあでもちょっとでかいでしょ。ダメでしょ。まあ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 、確かに。まあ、やっちゃった。ただでかいだけだこいつは。そうなんだ、ただでかいだけか。え？は？即死です。え、どういうこと？
あの攻撃されて攻撃クラだ攻撃されたの一匹倒した一匹倒した一匹倒したえ食らったらやばいのあこれ耐久力全然ないから確かにあげるもの一緒かこいつ絶対攻撃クラだまあそう結構やられても大丈夫ではあるああそう9回やられても大丈夫だからああえこいつら剥ぎ取るべきいや多分剥ぎ取るまあでも剥ぎわかんないなんか普通あ普通かなもう終わるもう終わるもう終わるほらダメ伝説の英雄があと2匹だあと何こいつらあと1匹あと1匹やばいやばいやばいあ惜しいああ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 あどうしても止められないこの剥ぎ取りは衝動やばいやばいだってはいけないくらえレッドマンでブラストじゃーじゃー終わらないだとあれでもあと2体なんだよなあれもう1匹どういったどういったあこれもしかしてもっとでかいやつ出てくるパターンじゃないこれえいないなあ、来たあほら来たなんか来るおいおいわぁ出たでかいでかいでかい来た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 さらにでかい前に立つだ前に立つだよやべやべおおおい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 おおおおおおめっちゃ回ってきたそれは予想してなかったで強っウォーミングしてきたしゃあ俺らは備えてきた備えてきたまずはこいつらに危ないおーい後ろから来るぞ後ろから来るぞえよよああ何本当は大丈夫だろうな頑張ろうさっきなんかミスがいろいろ起きたやべえ後ろのやつも突っ込みたがってますいやいやそれおびき寄せた方がいい多分あと近づきすぎるとケツのとこにいても当たるから、ね、ああ多分当たり判定が若干あれなんだろうよし危ない危ないあの奥の豚はまだ気づいてないあ、いいねよし、あ、OK、倒したあ、一人一匹突っ込んでくるやばい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 エグに狙われてる危ないちょっと誘導すんだよよしやばいぞ一匹え、後ろ近づいてきてるえ、マジああもう真後ろにいるあ、見つかってるよアロマ後ろから突っ込む違うアロマだ逃げろアロマ必死必死こんなに必死だったことあったっけか逃げろアロマやばいぞここは危ねえあーいやかかんないねやっぱりねかからんでしょナイスいいぞオッケーオッケーやれ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 よし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 それどれぐらい持つのうわ多少持つまひった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 よーしいいぞ俺たちは準備してきたお前を倒すためにやっしゃーオッケーこれだそんなに逆に言うとあんなに準備したのに絶望しか感じてなかったのにどう考えてもこいつの方がメイン感あったな必死ではあったけどおいさっき言ったぞ後ろ後ろ逃げろ